動くな。貴様の唇は俺だけのものだ。おーい、大丈夫？おーいってば。あ、おはよう。お目覚めかな？いいね。夢なら何でもやりたい放題だ。俺と遊ぼうか。可愛い闇色の瞳を持つお嬢さん。嘘、魔風石してるのに。これは一体。フェン、すごい魔力。やはり今の光はお前のものか。
一体何をしている？またこんな場所で女と。ん？貴様、なんだ？その漆黒の瞳、まさか。千のこの魔力はこの女がもたらしたとでも言うのか？ガイもトアも落ち着いて。とりあえず立った方がいいよ。すごい光、いえ、魔力の炎でしょうか。ちょっと言葉を失っちゃうな。この人、すごいね。ガイさん、彼女はもしかして？ああ、間違いない。おい、女。名乗れ。もう一度だけ聞く。貴様の名を俺に教えろ。この場所へはどこから来た？なんだその地名は。聞き覚えがないな。信じがたいが、かの世界からの侵入者の可能性がある。にゃ、あ、猫。待ってください。待ってください。どこへ行くつもりだ。手間をかけさせるな。
随分な物言いだな。ストップ、睨んじゃダメだよ。女の子には優しくしなきゃっていつも言ってるでしょ。すでに魔力の増幅を実感したせいか、随分余裕があるようだな。普段以上に顔が緩んでいるようにも見えるな。まあ確かに今なら何でもできそうではあるね。触っただけでこれなら、キスなんかしたらどうなるのかな。おい、それに触れるな。だからそんな怖い顔しないでって。あの、あ、驚かせてしまいすみません。そんなに怯えなくても大丈夫ですよ。僕たちはあなたに危害を加えるつもりはありません。怖いことはしない。安心していいよ。顔を上げろ。試させてもらう。勝手なことをするな。俺が先だ。触れただけでこれか。貴様、俺が先に。動くな。あ、動けなくなっちゃったね。俺たち4人同時に、なんてありえる。彼女に触れてガイさんの魔力も増幅しているから。貴様の唇は俺だけのものだ。想像以上だな。そこまでです。学院長、全員すぐにその子から離れなさい。モーナス君、魔法の解除。おや、聞こえませんでしたか？あ、動けるようになった。
はあ、かわいそうに。そんなに怯えた目をしなくてもいいんですよ。それは君を助けるためのものです。急にこのような場所に来てしまって驚いたでしょう。ここは君が元いた世界とは違う魔界なのです。君の住む人間界とはかつて歴史を決別した世界。悪夢ではないのですよ、これは。君の存在は魔界のすべてを揺るがすこととなる。君はこの魔界において生まれたてのひな鳥と同じ。力を求める者は理性の揺らぎを制御できず、君をどこまでも欲してしまう。できなかったんじゃない。俺に制御の意志がなかった、それだけだ。ちゃっかり自分だけキスしちゃうんだから。でもさっきの害の炎、竜巻みたいにすごかった。確かにあんなにも膨大な魔力の増幅を見たのは生まれて初めてです。ひな鳥、すり込み次第でどうにでもなり得るということか。危険だな。聞きなさい。君は稀有な迷い人です。けれど力なき今、魔界にとって協調の存在でしかありません。だから。しばらくは学院が君をかくまうことにしましょう。おはようございます、ご主人様。大丈夫ですか？ご主人様？びっくりしちゃうの分かります。僕も初めての魔界にちょっぴりドキドキです。でも大丈夫ですよ、ご主人様。僕が一緒なんですから安心してくださいね。